さあ、ドイツグランプリ、本日の車は、なんだこれは、ルノークリオ。よくない。これは、なかなかいい車じゃないですか。まあ、ルノーの小型車ですね。何度かレンタカーで借りたことがあります。日本名ルーテシアってやつかな。まあ、ただ我々取材班の荷物が入らずシックハックしております。余裕ですか。お、荷物が入りましたが全然余裕じゃないですね。なんかシートが倒れてます。マジですか。ガツンと見つけた。2週間ガツンと見つけた。バブリーですね。矢印の方に入れなくて。ぐしゃぐしゃしたからね。ぐしゃぐしゃになってなかったんだよね。
先生が。マジで。5に乗せないっていうのは固くなり、渋滞するんでしょうね。きっとこの後。5は渋滞すると。先生がにらんで。さすが。最初から67に乗れと。さすが先生。これ右に曲がるっていうのは、左に曲がるとか曲がってたね。このまっすぐで。すぐ遅いんで。この間のレース、だいぶ結構いいでしょ。え？この間のレース。より速い経路が見つかりました。英語経由なら7分短縮できます。南西に進みます。スタート直後の1コーナーで、前でスピンを超えてるやつに突っ込んでリタイアし、ゆるゆるゆるガチャンって。みたいな。避けられたよねみたいな。どこ見てたのっていう。だいぶ遅い。よそ見してて、直前になって、もう、急にフルロックしちゃった。キュンって言ったらもうタイヤのままズズズって、オンボードみたいなズズズズって。しばらく見せる。すごいゆっくりぶつかっちゃう。変わっちゃう。ブレーキも踏んでないのに、これで、ギュギュギュって。アマチュアで。アマチュアです。視野が狭くなっちゃって。高速道路はタダだけど、パーキングでのトイレは有料。非常に効率的ですよねって。で、トラックはこっちしか走れないし、しばらく道なりです。およそ600メートル先、分岐を左方向です。そうだね。まあ、それなりにいろいろいいとこ悪いとこあるけどね。まあ、俺はこっちの方が好きだな。理にかなってもいろいろ理にかなってもいいでしょ。まあ、あと、ね、民族
な部分もあるし、バーゼル方面、分岐を左方向です。ドイツでもほとんどあれがないから、あのおよそ 600m 先、カメラがほとんどないから、やってる時はあのこれ、スピードガン、取りれないんですからね、セックスは。
アウトバンド。あ、これあれだ。すごい。この車撮っといて。これ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 。お子さん今。あれテスト中だよ。テスト中。え？事故だったのか。わかんない。テスト中。走ってる。全然興味ないけど。いやあれ。あの結構あのあれで写真はすごい高く売れてる。メルセデスとかだったら売れそうですけど。だね。なんだろうねあの車はちょっとゆっくり行って、あーすごいゆっくり走ってるな。まとらえたくない。あーこれパーキング入んだよ絶対に。これ入ってみよう。もう最悪。待ち受けて。当たり前ですよ動画バツイですよ。そんなんでバズってもダメですよ。あれですか、トロリーバスですか、この上の線。なんだろうね、そうだね。バスだね。走ってるのか。ブダペストであるもん。時間ないけど。絶対入ってる。あいつ入ったなーって。だから先そのままスルーしようって。あ、ダメだ、入ってこない。最悪。ストップ時間差攻撃でまた左に進みます。行かせてとりあえずまた後ろからと来た南に進みます。しばらく道なりです。ピットするペナルティわざとですよ。まだ続くと
制限とかあるんだよ、出てくる車は。
絶対溶けないでしょ、そのスーパーハードの靴は。何も気にして、あれだけコメント欄が荒れてても何も気にしていない靴ですから。いや、ちゃんと見てください。ちゃんと見てても、コメント一つも返さないじゃない。いや、あの、確かに、ありがとうございます。つまらなそうな顔をしているとか。つまらなそうな顔。言われてて、あの、自分は。元からこういう顔やって言ってれば。自分はそのつもりは全くないですけど、こういう顔じゃない。見えてしまっているっていうのは。あ、やった、やった180までいった。本当ですか。180いってるらしいです。182。前が遅いね。ああ、詰まっちゃいましたね。これスリップになんないでしょ、こんなちっちゃい車。でも結構早いんだよね。まあ3人乗ってるからな、こっちは。そうですよね、荷物も満載だし。お、暑いのでコカ・コーラゼロ大2とスパチャに入ってますよ。ありがとうございます。120キロか。今回は黄色ですね。黄色？何が黄色なんだ。 DRS、まあ、とにかく暑いですよ。ただ日本みたいにジメジメしてないから、なんかそれはいいですよね。カラッとしてるけど、さすがにでも38度9度になってくると太陽より暑いんで、もうなんかジメっとしてるとかカラッとしてるっていう次元じゃない感じが。外のこれ外で運動したらまずいんじゃないっていうレベルですよ。なんか日本が梅雨明けたみたいですね。梅雨明ける前から向こう尽きちゃったから、ね、いきなりね、困っちゃう、死ぬんだなって。僕ちょっとジメっと感があんま好きじゃないかな。そっちの方がいいですけどね。なんか最近日本はもう東南アジアみたいですよね。うん、匂いがバンコクとかみたいな感じの匂いするから。それ噛んでるだけなんじゃないの。家が噛んでるだけ。うちだいぶ新しいですけど。いや、外がなんか、うちの中はまだエアコン効いてるからいいじゃないですか。外出た瞬間なんか、あれってバンコクみたいな。空港帰って成田とか羽田で降りた瞬間、うわーみたいな、そんな感じです。だんだん公共地帯に来てますね。もうすぐあれじゃないですか、ヘッペンハイムじゃないですか。ヘッペンハイムってセバスチャン・フェッテル選手の生まれ故郷ですよ。うつが行くとか行かないとか。5分ぐらいじゃないですか。もうマンハイム過ぎてますからね、我々。ドイツって結構広いじゃないですか。はい、だからいろんなところに最近でもあると思うんですけど。はい、あんまないっす。ないっすか。ニュルとかいろいろあるじゃないですか。ニュルとかニュルとかしかない。ノリスリンク。ってほとんど高速道路。高速道路をあれしてるから、ね、なんか、本当にクローズサーキットってないんだよね。うん、今、でも日本が一番多いんじゃないの？クローズコースサーキットって。確かに。あんなにあるとこないでしょ。あの規模のサーキットがあれだけあるっていうのは、あとイギリスぐらいですかね。イギリスもまあちっちゃいサーキットが多いですもんね。イギリスもあんなにはないね。オールトンパークとか。大体ブランズハッチレベルのサーキットですもんね、日本は。そうですね。あのサーキットがまあ5つ、6つあるっていうのは。すごい、うん、まあ、ちょっとでなのにドライバーがあんなのみたいな。あ、ライブ配信されてますよ。 あんなにドライバーがすごいのみたいな。編集されませんよ。中国人がだって編集されてるでしょ。そうですね、今ね、普通で一番速いのはジョン・ワイユー選手ですね。ジャック・エイトキン選手も速いですしね。中国、韓国、日本になっちゃってますよね。マノブが頑張りますよ。ある中国、中国ありますよ、上海と、北京と、いや、北京はなくて、ズーハイもあるし、あと何でしたっけ、あの、真ん中に一個、一番今元気のいいサーキット、あ、そう、WTCC じゃなくて、TCR か、真ん中に一個でしょ、うん、ね、あんなに国土広くて、そんなもんでしょ、まあ、やる人いないですから、でも、やる人いないのに、なんで一番取れるの、まあ、早いからですね、どうよ、それ、どうよって言われても。日本は多分モータースポーツ先進国のはずなんだけどな。モータースポーツは先進国なんでしょうね。ドライバーを育てる土壌がないんでしょうね。生配信してるから。これは全然大丈夫なんです。やっぱメーカーが育成ってやってる時点でもううまくいかないですよね。うん、そうかね。ヨーロッパに来れる人がもうホンダ系しか今いないわけだから、うん、
それは無理ですよね。それで毎年サラリーマンみたいに生み出してるわけでしょ。それは無理ですよ。そうね、この辺はまた夏休み詳しくお伝えしますね。怒られない限りは。渋滞です。渋滞し始めました。これはね、どでかいアウトバーンのすぐ横にサーキットあるっていうのが、まあ、なかなかいいんですよね。ちょっと元気なんですけど。桜井さんの運転が信用できないと。信用できないわけじゃないですよ。信頼してます。ただ、どんな運転をされるのかなって感じ。信頼してないじゃん。信頼してますよ。どんな運転されるかなって怖がわじゃん。そうだね。信頼してたら安心して見てます。乗せていただいているので。あ、俺が運転したいということじゃないですか。ああ、そうか。上に運転させろと。中国の。ここは曲がればいいのか。まあ、まだか。まだまだですよ。見えてからでしょ。見えてから降りる。年に1回からしか来ないからもう。どこのサーキットでもそうでしょ。てか、そのさ、やっぱ Google マップ使うともう忘れちゃうね。いや、ここ覚えてますけど。あ、そう。先生に言うことを聞いてれば間違いないですよ、基本は。まあね、うん、でもなんかこう風景がさ、あここだろうなって昔はなんかこう記憶に必ず残ってたのに今残ってないもんね。そうですか。やっぱりこう覚えてますよ。 Google マップの声しか、うん、その女の人の声しか聞こえない覚えてない。運転してたら見てないもんですからね。元関西弁なんですから。渋滞してまたなんか怪しい関西弁になりそうで嫌だ。じゃあいいねがええやんってな。ええやん。そう、そんななるの。渋滞真っ赤っかですね。そういうのあるんですか。なんか自己渋滞っぽいですね。あ、自己渋滞だとね、びくとも動かないんだけど、私の自己渋滞。ちょうど今発生したばっかりっぽいですよ。風景が映っても嫌ですから、ライブ配信その辺にしときますか。うん、待ってました。打つ VS 引き落ち。対決だと思ってないんですけどね。桜井さんどうなんですか。いや、分かんないです。分かんないです。なんですか。これから勃発するかもしれないっていうことですか。まあちょっと明日の総括ライブ配信が心配ですね。ちゃんと成り立つのか。MC 米屋になっちゃってる。僕は MC しなきゃいけない。違うでしょ。あれはホッケンハイムですか。そうですね。グランドスタンドみたいなやつが見えてますね。メインスタンドですね。あの上がですね、コメントリーブースなんですけど、ちょっと暑いと嫌だなっていう感じですね。ホッケンハイムを真横にして今も大渋滞ですよ。我々でももうこれ降りなきゃいけないから、右行かなきゃいけないんですよ。はい、見えますかね。高速道路のすぐ横にホッケンハイムリンクです。あのテントが、ファンゾーン、ちょっとでかいですね。あのファンゾーンのテントね、今まであんなのなかったですね。ああ、そうだね。今年はなんかすごいのかな。まあ、モータースポーツミュージアムがありますからね、その辺もお届けできればと思ってるんですが、全コメント欄に、ね、あれがいつもの F1 型のステージ。あ、黒いところでアンドローリーちゃんで見えなくなった。来た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 、全然見えない。申し訳ない。最終コーナーさ、でかいですね。いや、ちっちゃいでしょ、あれ。下とかに比べたら全然小さいでしょ。といったところで、これでね、サービスエリアから出口にちょろっと出て、ホッケンハイムの街に、で、我々は駐車場に止めて、そこからシャトルバスで駐車場に入ります。さあ、現在に至るまでの話を動画にしてほしい。まあ、夏休みそういうのもありかもしれないですね。このパーキングエリアから出るっていうのはすごいよね。2分
方もありますよ、ね、最近ね。最近その先右方向です。右方向です。その先左方向です。でもこうサービスエリアからすぐホッペンハイムリンクに行けるっていうこの凄さ。あれそうだよね。大失敗。ちょっとまずいじゃん。まずいところで。いけると思った。ちょっとやばいです。どうしようして。鈴木つながりといずれにしても鈴木つながりトランプドラゴンじゃないですか。違いますか。鈴木まさみさん髪切ったからじゃないですか。やっぱり幼児さんというわけでそろそろサマーエディションサマーエディションということでさあ出口。あ、なんかすごい綺麗になったな。なんだこれ。木が切られちゃったよ。なんか違うよね。木が前はところはなんかね、木がうっそうと茂ったところにキャンプとかしてたんですけど、サイなんだよね。さらっとしちゃいましたね。このうっそうとした森を抜けると気配の街に入る。乾燥としますね。まだ木曜日だからね。夜ですか。夜の朝だよ。まだまだ9時だよ。もう9時ですよ。9時みんなワクワクが止まらないです。年に一度の祭りですから。といった感じで、ホッケンハイムからお別れしたいと思います。それではまた、木曜日のライブ配信をお楽しみにしてください。木曜の総括ライブ配信は、金曜日のこちら時間の朝、日本時間で言うと金曜日の夕方ぐらいにやると思います。ちょっと早い時間かな、そしたら。こんな感じで。それでは。よいよいよいよ。